洪水で屋根に取り残された馬、大掛かりな救出作戦です。それはショッキングな光景でした。馬が屋根の上に取り残されています。かなり簡素な屋根に見えます。水浸しとなった町に残された一頭の馬。現地での報道後、このメスの馬にはカラメロという名が付けられ、救出を求める声が高まりました。そして翌日、馬は6日間屋根の上にいたようです。昨日事態を把握し、今朝救出チームを編成しました。当局は軍と消防、獣医師によるチームを派遣、カラメロの救出に乗り出したのです。消防隊員が馬を保護しています。体重が300キロを超えるため、ヘリコプターによる救出は断念。鎮静剤を打った後、ボートに乗せられ助け出されたのでした。ルラ大統領の妻、ホサンジェラ夫人もこの救出劇を見守りました。早朝から救出に動いてくださった皆さんのおかげです。現地メディアによると、夫人はカラメロを引き取ることも考えているといいます。ブラジル全土が注目する南部での大洪水、死者は100人を超え、今週末にはさらに大雨となる予報で、救助活動が続いています。そうした中、避難を拒否する住民も。略奪行為に不安を抱えているといいます。治安が心配です。私の財産は全く安全じゃない。一方、アメリカでは今週も中西部や南部で竜巻が猛威を振るっています。各地で甚大な被害が出る中、アイオワ州では奇跡も。警察官が倒木の中であるものを見つけたのです。小さくてふわふわだったよ。フクロウのヒナです。羽などに傷を負っていたため、地元の野鳥センターに保護されました。治療を受け、野生に戻す準備が進められています。人でも動物でも関係ないよ。助けが必要なら行くだけさ。